一生を期すのですね。私からの贈り物です。どうぞ受け取ってください。あなたと私の契約は始まったばかり。戦いが終わればこの場を去る。さあなたのことがサーバントが真の力を発揮するため、少しずつですがマスターとサーバントが互いに信頼、セラフに集ったサーバントたちはですが、今回は別ですね。私はムーンセルが呼んだソロサーバント、今はあなたというマスター。あなたも私が女性であることに驚いたでしょうか。騎士の誇りにかけてどのような戦場である。私は騎乗スキルを保有しているので、マスター、なんというか少し前まで戦場にいたという。移動する野営地、とても便利です。英雄王の王の財宝、征服王の王の軍勢、そしてそれを容赦なくぶった切る私のせ。静かに過ごすのもいいでしょうが。申し訳ありません。ぼーっとして。心くじけたならば私がその手を引っ張りましょう。あなたのサーバントとして共に戦えることを。助かります。不覚にも罠にかかってしまいました。これから彼らの救援に向かう。まずはシールドが邪魔だ。解除してくれ。エクスカイバー。進軍開始。はっはっスイッチ。感謝します。奉納しましょう。私は嬉しい。強く甘い。はっはっサイバーバックブーハッハッハッ。ここだ。見事制圧か。よくやったな。制圧完了。こんなのちょちょいのちょいですたま。ありがとう。急いで味方と合流。援護してくれ。こっちに敵襲発生だ。いざとなったら援護を頼む。援軍ですか。私一人でも問題なかったのですね。援軍ですか。私一人でも問題なかったのですね。Thank you. 感謝します。援軍に来たつもりだろうが、こちらの作戦通りよ。投下完了だ。キャスターよ、世についてこい。キャスターは姿を消してしまった。ここは味方の援護を優先してくれ。次です。聖剣の力を知っているのか。ならば私も全力で戦おう。ここまでか。危ないところだった。感謝する。どのようなものなのでしょうか。同化されてしまったキャスターのことが気になるな。援軍か、心強いな。早速だがキャスターよ、ホームでの支援頼むぞ。了解です。私のホームで援護しましょう。出雲に神あり。敵軍には手を出せない。キャスターを正気に戻してくれ。次です。あちらですね。このアルシュナを簡単に投下できると思うな。あちらです。いい成果を出している。こちらもいい成果を出したようだな。こちらも見習うとしよう。行きます。味方が同化されてしまう。カール大帝の元へ急いでくれ。行きます。私としたことがありがとうございます、ご主人様。あちらですね。次です。世界になぜかとっても魔力消費しています。もう使っちゃったのかな。撤退します。セクターを制圧しました。一休みしますか。セクターを制圧しました。一休みしますか。気を逸した。ここは一時撤退する。すぐにまた相手をしてくれようぞ。味方が同化されなくて何より、他の敵の撃破を急ごう。ここで一気に攻める。英雄をよ、出番だぞ。行きます。あちらですね。よかろう。今回は協力してやる。私一人でも問題ないところですが。そのお気遣いいただいておき、私一人でも問題なく。するつもりか。簡単にはやられず。貴様、二度あるとは思わんことだ。行きます。制圧したようですね。さすがといったところでしょうか。このぶ味方が投下されてしまう。カール、味方が投下されてしまう。大抵の元へ急いでくれ。よくやったな。おめでとう。栄光あれ。我が愛の再臨である。あちらです。気を逸した。ここは一時撤退する。すぐにまた相手をしてくれようぞ。これでこの辺りの敵は一掃したな。あとはカール大帝のみだ。いいところで来てくれた。背中を預けられるのは素晴らしい。我が同化をここまで拒む、我が同化をここまで拒むとはな。貴様だけでもどうかしてやろう。この向こうにカール大帝が来る。私は貴様を敬う。結婚しよう。私はどうしてこの手の輩とばかり縁を結んでしまうのか。私はいつまでも生きてみせる。どうなのでしょうか。行き過ぎかもだね。ご苦労だ。あの課題お疲れ様。